今日は来てくれてありがとう。おう、あの大事な話って何？ずっと考えてたんやけど、うん、うちと別れてほしいね。え？もう気持ちが離れちゃって。このバカチンが。え？はい、いいですか。人という字は人と人がこう混じり、待って、何してるん？え？いやいや、練習してんねん。武田鉄矢のモノマネを。ああ、そう。うん。結構似てるやろ。どうかな。うん。あ、よし、あのじゃあこの後どうする？あ、俺の家であの映画でも見ようか。いや、待って待って。え、ごめん。うち別れたいって話してるから。このバカチンが。うん、それやめてほしいな。好きじゃなくなっただけやのに、なんかちょっと嫌いになりそう。はい、いいですか。よくないよくない。よくないよ。それ何？何のためにやってんの？あ、あの俺のモノマネ採点するとしたら、こう何点？何？モノマネ芸人でも目指してるの？何点かな。知らん。もう40点、うん、くらいじゃない？40点もう一声。60点。おー、ありがとう。そうそうか。あ、よし。あ、じゃあ、この後、あの、俺の家で、あの、映画でもな。は？見ひん。え、なんで？もう、モノマネすることに会話がりセットされてんの？続きまして。続かんといてほしい。そんな人じゃなかったよね。ローラ。あんま男がやれへんで。ローラだよ。うわ、続きまして、芦田愛菜。多分名乗るだけやろ。あ、いい名前なんだよ。やっぱりそうやん。あはうるさいって、もう何やってんの、ずっと。もう帰っていい？いや、そうやな。うん。そろそろ帰ろうか。で、あの次のデートなんやけどさ。あ、リセットされてるやん。もう、うん、ないよ次のデート。え、今別れ話してるから。もう別れたいって伝えてんのよ。ち、モノマネショータイムじゃないのよ。わかったよ。じゃあ、あの次のモノマネショータイムは、なんで次があんねん。もうええから、モノマネショータイムは。でもさ、あと100個ぐらいあるで。ありすぎやろ。そんなにレパートリーあったん知らんかったわ。あ、あの沙織は、あの俺のどんなモノマネが見たい？正直特にないとしか言いようがないけど。じゃあ、まあ、あえてや、そう、 あえて言うならさ。あ、ええー、もん、うん、じゃあ例えば、うん、木村拓哉とか。おお、はいはいはい、オッケーオッケー。あの、ちょ待てよのやつね。うん。まあこの後言うセリフネタバレせん方がいいと思うけど。はい、じゃあ行きます。木村拓哉でちょ待てよ。曲のタイトルみたいな言い方してるけど。ちょ待てよ。じゃあほんま今までありがとう。貸してたものとかそっちで処分してもらってかまへんから、お互いいい人見つけような。あ、おい、あ、ちょ待てよな、沙織。何点？あの採点だけしていってよな。ちょ待てよ沙織。あ、次回のショータイムについて、沙織、ちょ待てよ。回れ回れ